ショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回もリクエストにお答えする形で動画をシェアしていこうと思います。これはみんなも知りたいんじゃないかなというような感じなので、まあ僕も他人のそれが見てみたいっていう感じがするので、はい、なので今回はそれをシェアしていこうと思います。どんなものかっていうと、このカードとお財布についてです。まあどんなものを使ってるかとか中身はどうなっているのかっていうことを今回はシェアしていこうと思います。ただ、前提条件をお話ししておかないと誤解が生まれてしまう可能性がありますので、はい、じゃあ行きます。で、まず前提条件なんですけど、僕のこのお財布とカードに関してはミニマリズムではないです。そしてスッキリもしてないと思います。カード普通にいっぱいあるし、しかも今回の僕のこのお財布だったりカードのやつがいいとか悪いとかっていうのは僕も全然分かってません。まだまだ改良の余地はあると思ってますし、今はまあこれで全然満足してるっていうのもありますので、いい悪いとかっていう物差しでも判断してほしくないんです。なのであくまでもフラットな気持ちで僕のこのお財布とカードをシェアしますよっていう感じなので、全然これやったからといってあなたもやってくださいねみたいな言うつもりも一切ないので、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速見ていきましょう。で、これが僕が使っている財布とカードなんですけども、じゃあまずカード入れから見ていきましょう。キャサリン・ハメットっていうカード入れです。Amazon で3000円ぐらいで売ってると思うんですけど、これは僕が高校生の時に母親の妹、僕からしたらおばさんから高校の入学祝いでもらったやつです。なのでこれはもうかれこれ10年近く使ってます。もう10年経ってるかな、な感じで使ってます。これはもうずっと長く使っていて、こんな感じでテカってて表面もだいぶ傷ついちゃってるんですけど、でも糸ほつれもなくて、めちゃくちゃいい味出てるなって感じで僕は気に入ってます。で、個人情報の塊なのでちょっと一部分しかお見せできなくて申し訳ないっていう感じなんですけど、一部分だけ見せていくと、まずここにクレジットカードが入ってます。で、この裏側のポケットにプライオリティパスってなんか空港で使えるような、まあ、こういったカードも入ってます。で、こっちには T ポイントを貯めるためのカードが入ってます。で、今説明したこのプライオリティパスっていうやつとこの T ポイントカードに関しては、このスマートフォンのアプリにもう入ってます。こんな感じで T ポイントを貯めるようなアプリとこのプライオリティパスっていうアプリがあるんで、正直このカードを持ってる必要あるのかっていうふうに思うんですけど、ただ何かとこうカードを出してって言われることが多くてですね、まだまだ、まだまだ完全にこのモバイルに移行しきれていない感じが僕は感じているので、なので今はこのカードをまだまだ持ってるっていう感じです。でもいずれはやっぱり手放していきたいななんていうふうに思いますけども、まあでもこういったものってこうカードかっこいいですもんね。かっこいいんで別に持っててもいいかななんて思ってます。はい、皆さんどう思いますか？こういったものもういらないじゃんっていう人もいると思いますし、いやまだまだカード持ってますよっていう人もいると思うんですけど、皆さんはどう思いますか？はい、で、この中身もめちゃくちゃ個人情報なんですけど、楽天銀行とゆうちょ銀行とジャパンネット銀行、あとみずほで身分証明書、あ、僕の本名吉川翔一って言います、よろしくお願いします。で、健康保険、ゆうちょダイレクトのなんか暗証番号的なものです。はい、これが入ってます。で、なんでショッピンさんこんな銀行のなんか口座いっぱいあるんですかって、なんかもう一つや二つだけでいいんじゃないですかっていうふうに思うと思うんですけど、僕もそれ思ってまして、前仕事で使っていた口座で今使っていない口座っていうのがこの中にちょっと2、3個あるので、そろそろちょっと解約していこうかなというふうに思ってます。なのでこれが僕のカード入れです。説明し忘れたんですけども、ここにスイカが入ってます。はい、じゃあ続きましてこちらに関してです。これはボッテガっていうお財布で、僕が2017年の8月だったか10月だったか、まだ半袖を着ていた時にこれを買いました。なのでまだ使って1年経ったか経ってないかぐらいなんですけども、はい、このお財布です。で、こうラウンドファスナーになって、中身がこうなってます。こっちに1000円札と5000円札ですね、あ、ちょうど1000円と5000円札がありました、が入っていて、中には小銭が入っていて、こっちにはゆきちさんが入ってます。ちょっと小銭が今909円入ってるので結構いっぱいあるなっていう感じがするんですけど、
うん、あ今ちなみにこの中にいくら入ってるのかっていうと、76,909円が入ってます。で小銭とお財布分けた方がいいんじゃないですかっていうふうに、まあ、思う方もいらっしゃると思うんですけど、僕が2015年16年は長財布とあのコインケースっていうのを持ってもう2個歩いてたんです。なので長財布とコインケースとこのカード入れのこう3つ持ち運んでました。なんですけど支払いの時にやっぱこう1つにまとまっていた方が明らかにやり取りがしやすかったんです。でなんでこの金額なんですかっていうふうにちょっと気になる方もいらっしゃると思うんですけど、特に意味はないです。たまたまこの金額が入ってるっていうだけで、なんか常にこの金額が入っていた方がいいみたいなの今はなくて、あ追加しようと思ったら追加するっていうそんな感じでやってます。で 2,3 年前はこの現金でいろいろもう物を買っていたんですけど、もうここ最近は本当にこの Amazon で買い物するようになったので、もう Amazon の決済ってもうクレジットカードだったりするので、まあ、コンビニの現金支払いも選べるんですけど、それだと手数料かかっちゃうんで、このクレジットカードを使ってもうこの Amazon でスマホで決済してしまうので、まあ、スーパーに行ってご飯を買う程度なんですけど、なのでそれぐらいなので、そんなにここに大量に現金があったとしても、まあ、あんまり意味がないかなっていう、なので僕はあまりこう現金の中にいくら入ってるっていうのは気にしてないです。はい。あちなみになんですけど、このお財布を見せるとよくコメントでもっとちっちゃいお財布ありますよとか、薄いお財布ありますよだったり、マネークリップ使えばいいんじゃないですかみたいな意見を結構いただきます。そういうアドバイス本当ありがたいです。で僕がなんでこの大きいお財布にこだわっているのかっていうと、僕はまあこれ全然信じなくてもいい話ですし、まあ、僕も教えてもらったことなのであれなんですけど、僕が今まで見てきた経営者の人だったり、まあ、ホリエモンさんはなんかマネークリップを使ってるっていう話を聞いたことあるんですけど、なんかそういったあのあすごいなって思う人のお財布を僕もなんか見せてくださいとか見せてくださいって、まあ、いろいろインタビューさせてもらったことがあるんですけど、ほとんどがやっぱりこういったお財布を使っていて、なんでこんなでっかいお財布使うんですか、もっと薄いやつとかありますよみたいな。僕もその時もう薄いお財布を使っていたので、なんかこういうお財布使った方がなんかもう軽くなれるんじゃないですかみたいな聞いたんですけど、そしたらお財布はお金の家だから、なんかお金が入ってきた時にゆったり過ごせるようなお財布にしたいんだよねみたいな、そういう話をしていて、僕はもう全然うんっていう感じだったんですけど、なんでお金を人に例えて話してるんだろうこの人はとか思ったんですけどまあなので、でもいろんな人がやっぱそういう話をしていて、で実際に会社もうまく回してるしっていうのがあったので、なので僕もじゃあ真似してみるかみたいな感じでやってます。まあこれがいいか悪いかっても全然わからないですけど、なので僕はその人たちの真似をしてるっていうのがありますんで、僕は今これを使ってます、はい、ちょっと全貌が見てみたいですっていう人がいると思うんで、こう個人情報を隠しながらのちょっと見にくいですけども、こんな感じで、カードとお財布の中身を出してみました。もしこの中でちょっと個人情報漏れてますよって、まずいですよってあの思った人はあのコメント欄で優しく教えてください。もちろんクレジットカードだったりスイカだったりっていうのはこのスマートフォンでもうこうやってピッてタッチするだけでもう全然 OK なんで、正直カードとして持っている必要は全然ないじゃないですかっていう人もまあいると思いますし、僕もまあいいかなっていうふうに思うんですけど、ただやっぱその現金を使うっていう、その現金がなくなる、自分の手からお金が減っていくっていうその痛みというか重みって大事なのかななんていうふうに思ったりもしてますし、やっぱたまにお店に行ってクイックペイ使いますかって言われて、あすいません使えないんですっていうところだったりまだまだありますんで、スマートフォンのアプリで T ポイントあのじゃあちょっとこれでお願いしますって時にんっていう顔をする人もやっぱ中にはいるんで、なのでまだまだこう現物としてのカードのものとしてはまだまだ必要なのかななんていうふうに思ってます。でもただここ 2,3 年で現金を使う機会っていうのはもうめっちゃ減りましたし、なのでどんどんキャッシュレス化には向かってるんだなっていう実感はやっぱしてます。今はちょっとこうカードとアプリの併用っていうなんか過渡期みたいな感じになってると思うんですけど、まあこれからどんどんこっちの比率が増えていくんじゃないかななんていうふうに思ってますけど、あなたはどう思いますか？はい、ということで今回は今のまあ現時点での僕のなんかお金だけじゃないですね、なんかこうカードとお財布の中身、まあそれぞれシェアをさせていただきました。はい、まあ今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。